はい、皆さんこんばんは。本日はヒーリングライフスタイルセミナーにご参加いただきありがとうございます。本日、講師を担当させていただくブレイントレーナーの佐々木美希子です。よろしくお願いいたします。本日のテーマは股関節回しです。はい、本日参加していただいた方、参加していただいている方はきっと毎日、筋肉トレーニングを頑張ったり、頑張っている方だったり、あとはこれから頑張っていこうとしている方だと思います。例えば、毎日これを何回やると決めて1週間続けたとして、なかなかこう効果が感じられなかったり、変化が感じられなかったりすることってもしかしたらあると思うんですね。もちろん筋力トレーニングは日々継続的に行って、少しずつ筋肉がついてくることは大前提、それが一番大切なんですが、その一回の筋トレの効果が少し、効果が大きくなれば、1週間、3週間続けた時の変化がとてもさらに大きくなりますので、今日は、その筋力トレーニングに対するポイントを覚えていただいて、毎日日々の筋力トレーニングにプラスにしていただけたら嬉しいです。はい、では早速内容に入っていくんですが、今日のテーマのこの股関節回し、これだけではなくて筋力トレーニングに共通した、とても大切なポイントがあるんですね。それが、こちらです。はい、使う筋肉に集中することなんです。下に心肌結成の原理とありますが、私たちの体を変化させたりとか、あとは起きる現象を変化させるときに必要な原理原則があるんですね。それがこの自分の心が行くところに気エネルギーが意識が集まって血液が流れて、そこに精ができる力が集まるということです。今日のテーマのこの、筋力トレーニングに当てはめると、使う筋肉に集中することが、そこにしっかりと血液が集まって筋肉がついて力がつくということになります。これが最大のポイントです。その時に必要なのが、使う筋肉に集中するので、自分が使う、どこを今使っているのかという、その自分が、集中する場所ですね。それもちょっと知っておかないといけないんです。今日のポイントは。その使う筋肉だったりとか、使い方を知るっていうのが、例えばこうスポーツトレーナーさんとか、理学療法士とか、そういう専門家の方が知るようなイメージもありますが、実際に私たちが自分の体を変えられるのは、結局自分がアクションして自分しか変えられないところもありますね。もちろんそういう方からアドバイスいただいたりとか、導いていただいてすることなんですが、自分自身がそこをこう意識できないと、なかなか効果が薄くなってしまいます。はい。で、今日のテーマは股関節回しなので、どこを使うのかというと、股関節を使っていくんですね。はい、ではその股関節を使う筋肉をちょっと知る前に、そうですね、なおかつこの股関節というのがどういったものなのかというのを、これを見ていただくのが一番分かりやすいかなと思うんですけど、股関節が私たち意外とこのこっち側が自分のこの触れる骨ですね、外側から触れる骨がここなんですね。ここがなんとなくこう股関節のイメージになってしまいがちなんですけど、股関節ちょっと見えにくい、白くて見えにくいんですが、こちらですね、この骨盤にぐっとこう入り込んでる、ここが股関節の動く関節になります。で、これが球状関節といって、ここが球状に
ボールのように動くのが股関節なんですね。これもちょっとイメージしていただくとちょっとすごいことになるんですけど、球状関節は肩関節も同じなんです。肩関節もこういうふうにものすごくこう自由に360度動く球状関節という作りになっているので、これが自由に動くだけに、この股関節の周りが使わなくなると、弱くなると硬くなりやすいんですね。股関節が抜けないようにこうガシッとこう固まりやすい。自由にはなるんですけど、使わないとすぐ硬くなってしまう場所でもあるので、肩で言うとこう四十肩とか五十肩とか言われるもの、股関節もこう痛みが出る方とても多いんですね。そういう方がここが球状に使えていないことが原因が多いです。先天的に股関節が弱かったりとかする方もたくさんいらっしゃいますし、あとは赤ちゃんの時に脱臼してしまったとかいう経験があると、ここがこう固まりやすくて動きが悪くなってきますが、そういう方でもしっかりとここで、鼠径部あたりですね、自分の鼠径部あたりでこれがボールのように動いているんだというイメージで使ってもらうと少しずつ柔らかくなってきます。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。